皆さん、ご無沙汰してます。横分けずです。どうも。ですね、今日はですね、最近ちょっと近しくお付き合いさせてもらってる川越 FM のカジが川越に来いって言って呼び出しを食らったんですけど、遠かったね。遠かったよ。だって4号なんて何時間かかった2時間2時間具合悪いです空気が合わないんだよ、ね、そう、お前埋め立ての空気じゃないと合わないから、そうなんか自然すぎて。ジどこに分かんない、ラジオを撮るって言ってるんだけど、ね、遅いな。遅いよね。カジ来ねえな。あれどこに、あれなんだカジ、カジお前メンバーじゃないかよ。X 的な腹でねカジです。どうも。いやいやいや、どうもどうも、来ちゃいましたよ。来ちゃいましたね。具合悪い。いやもうね、本当に最高かわいい。カジ何、ラジオ撮るのがメインだから、ラジオ局行きましょうよ。あ、いいですけど、立派なお寺ですね、西明寺。これあなた川越の川越顔聞くわけでしょ。若干じゃあ入っていい、ちょっと、じゃあちょっと行ってみよう、行ってみましょうね。じゃあアウトドアミュージックさ、やりたいよね。ラジオの時間もあるからね。ラジオの時間もある、ね、ラジオいいよ今日。ダメ。いや、すごい綺麗でしょ。綺麗なお寺だね。水すごいな。西明寺、最も明るい。いや、素晴らしいですよ。いやー、すごい綺麗な。でもここで本当に撮るんですか。そう、勝手にやったら怒られるかな。あれ住職はいねえの。住職、そんな野生の住職いるわけないじゃないか。あれ住職じゃないの。あれニコニコしてる。ニコニコしてるよ。絶対住職。あ、住職こんにちは、すみません。どうもこんにちは。このお寺のなんかちょっと歴史とかあります？このお寺は今の大河ドラマでやってる、はい、鎌倉殿の13人の北条様が建てた、鎌倉城が建てたお寺であります、そうなんですね。見てるか大河ドラマ。見てます。あ、私も見てます。そうそう、住職、我々 YouTube の番組をやってまして、アウトドアミュージック、青空の下でアコースティックで生声で演奏するっていう企画なんですけど、今までは公演、大きな公演でやらせてもらったんですけど、お寺でやってみたいなって今ちょっと思っちゃったんですけど。行けるわけないよそんなの。そうだよ、罰が当たるだろう。おかしいよ、無理無理。なんでそういう。いいです、いいです、もちろん。すげえ。よし、じゃあその前に観光しましょう。よし、行こう。Bye.
ポテラファン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